佐賀の天野純平選手です。2日間走ってみてどうですか？準決勝ではちょっと思うようなレースいかなかったんですけど、足の状態は全然悪くないと思います。初日のレースなんか嬉しかったよ、後ろの坂本を連れて。やっぱあれかっこよかったなと思ったけどね。まあ、ワンツー決まったんで、まあ、自分も納得いくレースができました。後ろはね、山口です。もうちぎれないから大丈夫よ。そうですね、うん、もう自分の力出し切って終わるだけですね。はい、そうやったら決めたいですよね、西九州で。そうですね、もう一番それが思ってますね。はい、ファンに一言お願いします。優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。福島の板垣昴選手です。2日間してみてどうですか？いや、非常に走りやすいバンクで、体の状態もいいんでいいと思います。後ろも同期が固めて。あ、そうですね、まあ自力、まあ、同期の土屋が、はい、ついてくれるっていうんで、2人でワンツー決められる頑張ります。自力含めたもう自力で。そうですね、はい、しっかり優勝狙って頑張りたいと思います。じゃあファンに一言お願いします。しっかり優勝狙って、LINE でワンツー決めたいと思います。応援よろしくお願いします。奈良の田中大我選手です。2日間走ってみてどうですか？足の感じはいいと思います。短期なんですけど、やっぱり何回かあるらしいですね。短期結構多いですね。はい、まあ、タイミング逃さずいけるとこから頑張ります。ファンに一言お願いします。優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。茨城の土田英二選手です。2日間走ってみてどうですか？やっぱり落車明けということで、まあ、前ほどよりはなんか動きはいい感じはしないですね。もう同期連携で。あ、そうですね、まあ、先輩の板垣さんなんですけど、学校時代からお世話になっている方なんで、今日は番手でしっかりと仕事しようと思います。逆に言えば一番チャンスがあるじゃないか。そうですね、可能性的にはもう全然、はい、初優勝の可能性も全然あるんで、狙っていきたいなと思ってます。じゃあファンに一言お願いします。番手戦ですが、精一杯頑張って、初優勝を目指します。応援よろしくお願いします。東京の山本周平選手です。2日走ってみてどうですか？そうですね、ピンピンで来れてるんで感じはいいと思います。そのバンクどうでした、走ってみて？あ、そうですね、まあ、昔競技で来たことありますけど、はい、まあ、普通に走りやすいバンクですね。東京でワンツーしたいですよね。そうですね、南雲さん連れてきるように頑張ります。じゃあファンに一言お願いします。はい、優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。東京の南雲隆之選手です。2日間走ってみてどうですか？いや、まあ、番手を回らしてる、させてもらってるっていうのもあるんですけど、まあ、なんとかついていけてるっていう感じですが、はい、もう2位なんでできすぎです。ワンツーしてまた飲みに行くんじゃないですか、早速。いや、それはできればね、それは、はい、頑張りますけど、そんな甘くないと思います。はい、どうですか、やっぱもうこのね、S 級でずっと長くいたんですけど、やっぱこの若い選手たちと刺激になります？そうですね、本当は、まあ、なんつうんですかね、離れちゃうことを気にして走ってますから。じゃあファンに一言お願いします。はい、同県の後輩の後ろで精一杯頑張ります。地元長崎、山口龍也選手です。2日間走ってみてどうですか？足は良くも悪くもない感じなんですけど、尻上がりに良くなってきてると思うので、いけると思います。でもやっと天野に会えたね。そうですね、2日越しに、はい、願いが叶いました。はい、ごめんね、勝手に順位一緒だぞ。はい、順位期待してたんですけど、まあ、とりあえず上がれたので。自力でちゃんと決勝乗ってるから、調子はそんなに悪くないね。そうですね、はい、悪くはないと思うので、はい、大丈夫です。ファンに一言お願いします。まあ、地元なので、いつもより気合い入れて頑張ります。応援よろしくお願いします。